はい、3月もね、中旬を過ぎて、いよいよですね、多肉のこう一番ね、生育に適した時期になってきましたですね。で、今日はね、こちらにある通り、月影こうエレガンスやね、エレガンスを、植え替えるのと同時にね、これをね、こういうね、エレガンスかなりこうたくさん小木からですね、これをね、カットして刺し目にしてね、いろいろ植え付けていこうかなというふうに思ってます。これをね、どうしようかな。植え替えるのと同時にね、こういう鉢に植えるか、こういう鉢に植えるかね、迷ってるんですよ。だからとりあえず、この3つをね、植え替えしながら、カットしてね、できた、ね、刺し目をこう見ながらね、あとどういうふうに植え付けていこうかっていうのはね、その時にね、考えようと思います。あらかじめ考えないというね、やった後で考えるしね、そういう形でね、ちょっとやっていこうと思ってます。で、とりあえずね、これから行ってみますかね。これが親とするならば、ね、1,2,3,4,5,6,7 ね、7個もあるんで、こちらをね、ちょっとこう出してみてね、こういう風なね、群生のままもね、好きなんですけどね、こういう感じですね。下に軽い石があって、これ多分いつもの配合だよね。こういう感じやな。もう今ね、多肉をこう増やす人がね、増やすことが好きな方が多いからですね、どんどんね、葉挿しとかしてる動画とかもね、他の、チャンネルの方で見ますけどね、自分はね、葉挿しあんまりやんないですね。刺し目がね、手っ取り早くて早くてね、好きなんで、大体ね、やっぱね、せっかちなよね、すぐ結果が欲しいみたいなところがね、自分自身のこう性格であるからですね。ですので、自分はね、本当にね、この刺し目しかしないね、こう増やすのはね、結果は早いですよ。刺した後ね、まあどうやろうな、10日とか2週間、クラスラとかはね、ちょっとあったかくならないと時間かかるけどね、セダムとか、エケでもね、早いやつは結構ね、早く出ますからね、こういう感じやな、とりあえずね。で、これをね、切っていきますかね。せっかくね、こういうふうに群生してるままもね、好きなんやけどね。まあ、どうせまたね、こういうふうに増えてくるからですね。こう、切ってみましょう。ね。1個ね。これもいいかな、これもね。これは、ここら辺。もぐか、また。ね。2個目。ここは、こう出てきてるんで、これね。3個目。4個目。5個目。ね。6個で、親がね。こういうふうにね、周りを抑えられてたんで、こう、形がいびつですけどね。まあ、これもまたね、根がしっかり張ってるんで、あれするでしょう。またいい形にね、戻るでしょう。ね。こういう感じ。まあ、根もね、こう、いい感じなんでね。もうこれ以上取らずにね、また植え替えていきましょう。これでね、一つないからね、このようにね、6つ、親も合わせてね、7個ね、これでできて、ね、来てます。ね。よし、こんな感じやな。ね、こんな感じですよ。ね。これも、よし。これね、茎を残さなくてもいいけど、自分はね、こう、刺した時に、これがこう、土に入って、こう、安定する感じがするから、自分ね、結構残すんですよ。残さない人多いんやねんかな。自分は残しますけどね。そういう理由でですね。はい。こういう感じ。まず6個やな。これ全部取っていってもね、あれやからね。これいってみますかね、これはね。よし、次はこれ。こちらね。これもちょっと植えてしばらくなるね。これもやっぱそこにね、軽い石を入れてます。
やっぱね、株が多いけん、結構水吸ってるから土がこうカラカラですね、やっぱね。うん。エレガンスはね、あんまり群れからしたりとかなんかしたことないから、エレガンスは育てやすいんじゃねえかな。うん、初心者さんでも、育成に適しているというか、そう難しい苗ではないと思いますね。はい、これがまた1個やろ。2個。ね、2個。これね、枯れ葉がいっぱいあるから、これを取りながらね。これが3個目やな。あ、切れてねかった。3個目ね。小さくこれ出てますけどね。茎がね。はい、これで4個目。まあ、親を入れて5個かね。こちらの方はね。クーがうーっとか近くで言ってます。ね、クーちゃん。いつもですけどね、撮影の時はね、近くにいて画面には映ってませんけどね、常に愛犬がね、近くで控えてます。ね、こう。こう。さあ、これだけね、切ったやつをね、どういう風に植えるかは、ちょっとね、鉢を見ながらね、ちょっと考えたいと思いますけどね。はい、ようなね。よいしょ。ね、ここ。これもいきますかね、これもね。これちょっとね、分けるのがひょっとしたら難しいかもしれませんね、これね。これを、ぐっぐっと。あ、これはね、見て、軽石入れて、下に鹿沼入れて、上がね、配合でやってますね。ね、こういう感じの植え方をしてる。だから自分はね、結構ね、もうほんとその時その時で、まちまちなんですよ、土の使い方とかがね。でもまあ、それなりにね、こういう育ってるんで、まあほんと極論ね、土は何でもいいかなっていう、そういうことが言えると思うんですよね。どれ使っても結構、自分の場合、こう、結果が一緒っていうかね、苗を見ながらね、水やりとかはね、こう、感じを見ながらやってるからですね。これも、はい、ここがね、一個、こういう感じでね。これはあんまり茎立ちせずに、ぐしゃっとこう、一緒にね、こう、なんか、ビターっとくっついて成長してるタイプやな、これはね。ね、こういうふうにね、一つ。これが、二つ。こういうふうにね、途中からこういうふうにほら、根がね、出てるのもあります。うわ、小せえなぁ。ね、これとかさ、伸ぼうか。乱暴か乱暴かな。ぐさ、ね、うわ、取れんか。あ、取れた乱暴ですね、ちょっとね。ね、こう1,2,3,4,4個やな。これで5個目5個。ね、6,7。これも残しとくかな。ちょっとなんか無理しすぎるような気がするからですね。これはもうちょっと残しときますかね。取ってもいいかな。取るか。あ、取るか。あ、もう取りました。取りましたもん。これもね。こちらも行こう。よし。これも取りました。ね。これが何個になった？これで。ね。こういう風になって。はい。ね。また1個になったんで、これが1,2,3,4,5,6,7,8。8個やな。だいぶできました。8やろ。8。親が1,2,3として、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18個ね。18個、こういうふうにね。刺し目のね、苗がこう、取れたっていうところですね。はい、これで一回ね、ちょっとこの、古い土なんかを一度整理したいと思います。
はい、ちょっとね、土をね、片付けてね、今からね、植え付けの、動画をね、撮ろうかなと思ったんですけど、もうね、録画時間結構なったんで、ちょっとあんまり長すぎるかなと思うんでですね、この続きはですね、これの後編ということで、またお伝えしたいと思いますんで、次回もね、またご覧いただけると、嬉しいです。今日はね、前半分ということで、これで終わりたいと思います。すいません。次回の動画でまた、お会いしましょう。よろしくお願いします。それではまた。